物語だ。物語を語れ。それぞれで語り尽くせ。俺は分かってたよ。お前がそういうタイプの男なんだって。俺、お前のそういう個性っていうか、そういうものを否定する気はない。ただな、これだけははっきりしてて、俺は違うんだ。俺とお前は違う。ただそれだけだ。俺たちは何度も別れても何度も出会う。これまでもそうだったし、これからもそうだ。もうセリフ忘れたか。俺はまだ覚えてるぞ。俺はね、君と遊びたいと思って遊ぶの。おい、ここまで飛ばしてみろよ、このクソ兄貴。今のパンチはジェラシー。こういうことだ。お前は後がホームレスなんだ。そんなこと知らねえ。お前の想像もつかないよ。じゃあちゃんとお別れしなきゃだ。この世は腐ってない。みんな無責任で不真面目だ。俺の瞳はもうまるで濁らない。漆黒の闇にすら羨望の感情が湧き出るほど美しいんだ。俺のこの処女のような瞳はただじっと見ている。それしか夢中になれないんだよ。感じるまま理解して信じてくれ。だからお前は何を言った。わかるか。 C オープニング。物語を作る。さよならのために。